はい、では中心軸割れストレッチを説明します。体の中心軸をねじれるようにイメージしましょう。そして両方の股関節の回線とねじれを使いながら体を後方にひねっていきます。逆方向にもゆっくりと体をひねっていきます。この動きを交互に繰り返して行っていきます。では皆さんも繰り返し練習しましょう。